はい、皆さんこんにちは、旅の助です。シリーズスカイラインズ2実況、続きをやっていきましょう。ということで前回は市役所、市庁舎ですね、これを検索しました。で現在ちっぽけな町ですんで、ちょっとマイルストーンを進めてハエトコ中央銀行とか置いて、この中央の官庁街ですね、これをちょっと作成したいと思います。そしたらちょっと街を広げながらさっさとマイルストーンをちょっと広げたいじゃない作っていきたいと思いますんで、今マップが7タイル変えるんでちょっとマップを拡張しますか。産業区とか結構需要がね今伸びてきてますんで、この需要に応えれるようにちょっとマップを、この大陸側ですね、ちょこっとずつこう延伸、これでも6か、ちょっと6はでかすぎるな。4タイル購入、そしてこちら側も2タイル購入しましょう。はい、さあマップを購入したんで、こっちを整地してここら辺にちょっと産業区を持っていきたいですね。今リバティアイランド島側にしか産業区がないんで、こちら大陸側にも働ける場所をちょっと、提供していきたいんで、ですけど産業区はちょっと低い土地がいいな。この港もちょっと港じゃないな海岸を埋め立てて、ここに産業区ちょっと誘致しましょう。よっ、そしたらちょっとこの辺のね山傾斜はちょっと私残しておきたいと思うんで、ちょっとこの辺をなだらかに持ってって、ちょっとこの辺は整地しながら、ここの山勝ちのエリア、ちょっとここはちょっと残しておこうか。残しときながら、そうするとあれか、高速道路あれだな、ちょっとへんてこりになるんで高速道路とかもちょっと整備したい。産業区はもうなんか開発された区画みたいな感じにしたいんで、こんな感じにして、でメインの通りがあるな、どうしよう、メインの通りこのまままっすぐ伸ばしちゃうなんかせっかくここら辺なんか丘陵地帯があるんで丘陵地帯に這わしたい気もするんだけど、まあいいや、とりあえずこのまま伸ばしちゃおうこのまま伸ばすぞ。180度の角度で、はい、で180度でトンと、はい、そしたらここにちょっと産業区を配置したいんですけど、渋滞するんでどうしようかな、仮のインター作っとこうか。ちょっとこの高速道路もまた改修工事すると思うんですけど、あ、ちょうどここなんか坂になってんな。線路、鉄道はまだちょっとアンロックしてないんで、ここにちょっと仮のインターを設置しておきましょう。せっかくなんでここから垂直になるような道路を伸ばしてインターチェンジをつなげたいですね。こうかな橋脚にぶつかるな。はい、ちょっと簡単なインターチェンジをちょっと作ってみましょう。簡単なっていうか多分トラッペント型になると思うんですけど、ちょっと待って難しいぞ。はい、ここに信号機と横断歩道があるんでこれ消しておこう。信号機と横断歩道がいらないんでちょっとこれ消して、はい、とりあえず簡単に、簡単なトランペット型インターチェンジを作りました。あ、なんか変なこうバスが変な動きしてたな、ちょっとこれ左折禁止にしておこう。はい、そしたらここに一旦ちょっと産業区を設けますか。ちょっとまあ仮配置的なものになると思うんですけど、産業区を配置して、この大陸側でも、働く場所ですね、ちょっとこれを確保していきましょう。じゃあ、と思ったけど、思いのほかそんなに産業需要なかったな。とりあえずここに産業を誘致して、働く場所を確保していきましょう。はい、これで、ちょっとでもマイルストーンですね、早いところを開放して、ここに、中心街に、
官庁街官庁街を作成したいんで、よし、官庁街を作成するための準備を急ぐんだ。さあ、ポラリススイート、なんかすごい豪華な施設建てるようになったじゃないですか。ちょっとこれも建てておこうか。こちらですね、滑らかなデザインと豪華な雰囲気を求めて住民が集まるということで、住民が集まってくれるのか。中心街に建てたいですね。これは綺麗だ、綺麗でおしゃれなオシャンティーな建物じゃないですか。ポラリスアパート、いや素晴らしい。じゃあ今ポラリスアパートを建てましたんで、いやいいじゃないですか、視聴者の後ろに立っちゃった。市の職員の寮ですね。税金の無駄遣いって言って怒られるんだろうな。あ、すごい屋上とかすごい綺麗な作りになってる。お、素晴らしいじゃないですかこの建物で。オフィス需要はすごい高まってるんだけど、高密度オフィスはまだ建てれないんですよね。小都市マイルストーン10からか。なかなか立たせてくれねえな。そしてあとはさ、事業所需要、事業所ってこの訳し方どうなのよ。あの工場も事業所だし、あの警察署も事業所ですよ。低密度需要があるんで、ちょっと低密度を、郊外に低密度地区をどんどん作っていこうか。じゃあこの辺はもう一戸建て住宅ですね。でこの大通り沿いはとりあえず商業地を置いて、さあこれで、マイルストーンが時期にアンロックすると思いますんで、アンロックしたらいよいよ中央銀行を置けるかな。あ、出ましたね、マイルストーン6ということで、これでいろいろ条例と、あと織物用繊維栽培ということで、コットンですね、コットンができるようになったよということで、今急性中の街、また森林火災が発生する。あ、火が出たぞ。また木燃えてるよ。でも我が町では やれないんだ、何もできないんだ。しかもこのラジオなんか声、音ができんだ。旅の助の声よりできんだこのラジオの方が。編集して分かった。多分これ音がでかすぎますね。 メイン音量がでかすぎんだよな。旅の助の声が小さいという言い方もありますが、じゃあとりあえず海岸通り沿いの道路をちょっと伸ばしといて、では森林火災をちょっと遠目に見ながら、あ、産業区発展しましたね。ボクボクと煙が吹いております。発電所作って売電しようかな。お金が今すごい減ってますね。また政府の補助金が必要になったな。あ、また今度プラスになった。なかなかこの、お金の前後というか動きが大きいですけど。ちょっと発電所建てますか。火力発電、石炭火力発電所は、あ、そうか、これアンロックしないといけねえんだ。そうか。ちょっと待って、先に中央銀行建てよう。今、急成中の町に発展したんで、ここから開発ツールを使って、警察署のアイコンから行政ということで、中央銀行ですね。これをアンロックしたいと思います。はい。ということで、中央銀行がアンロックされました。ですんで、この中央銀行をね、ドカッと町の真ん中に置きたいと思います。中央銀行なんでね、お金が借りれない。お金が足りない。240万ドル。ああ、ちょっとギリ足んないですか、じゃないですか。待て、中央銀行を建てるんだから、お金借りても問題ないですよね。中央銀行、いいんだ。銀行を建てるために俺たちはお金を借りるんだ。はい。ということで、これぐらいお金借りておこうか。80万コロン単位がわからない。じゃあ、はい。お金を借りました。借りたんだけど、大丈夫。大丈夫。今から私、銀行建てるんで。銀行建てると、金利がね、マイナス 2% ってことで、お金がちょっと減るという、ローンの利息が減りますんで、じゃあこれ建てます。よし。建ちました。いや、いいですね。この向かいにあるこの市庁舎と、この中央銀行がついにあって、いよいよ官庁街っぽくなってきたじゃないですか。いや、素晴らしい。
そしたらこの建物を這うように道路を作ると、おのずと区画が決まってくるんで、これでいよいよ旅の時間の、都市も本格的に開発されるということで、これにしよう。でかいでかい道路で。じゃあこちらのでかい、片側6車線道路ですね、これでちょっと覆ってやりましょう。あ、すごいずれてるな。はい、ではちょっと、区画をね再整理して、やり直してみました。ちょっとせっかくなんで公園なんかも作っておこうか。あ、公園もいろいろアンロックできるんだな。どうだろう、都心に近いエリアなんで、それ全然公園系の建物がないんだよな。ちょっとこの辺に公園建てとこうか。小さい広場、はい、これでちょっと都心部に憩いの広場が増えましたね。お、そして、ストリームラインダイナーということで、なんだろう、田舎、アメリカの田舎にあるようなあのダイナー、キッチンダイナーですね。あのレストランっぽいものがあるんで、ちょっとこれも立っておこうか。商業地からストリームラインダイナーということで、クラシックなアメリカのダイナーな、そうですんで、こういうのは郊外に建てるといいんですけど、まあ、どうしようかな。インター降りたところに作ろうか。インター降りたところにちょっとダイナーを、はい、建てます。これやるとあれか、駐車場とかも欲しくなっちゃうな。駐車場今何がある今開発系ツールが3つあるんだ。どうしようかな。バス、鉄道とかアンロック、まだちょっと鉄道早いかな。公園の整備だとか、あ、そっか、公園も整備したいな。結構いろいろ建てたいんですけど、いろいろ足んねえなインターセ、駐車場、そうだ、駐車場欲しいな。駐車場アンロックしますかあと 3つしかねえんだ。まあいいや、駐車場アンロックしよう。じゃあ駐車場アンロックします。はい、これで駐車場の類が立てれるようになったんで、これですね、駐車場ツールってことで、まだ地下駐車場と自動駐車場ビルは別にあの必要になるんですけど、立中までは作れるようになったんで、どうしようかな。駐車場特大、これを、ダウンタウンの真ん中にとりあえず作っとこうかとりあえず今なんか建てる予定がないんで、とりあえず市役所の横に駐車場作ります。はいよし、市役所の隣に市営駐車場作ってやったぞ市役所にご用の方は、こちらをご利用ください。はい、あとバスターミナルとかもちょっと作りたいんだけどな。なんか区画がなんかついてるけど、何これ。あ、そうか、特区産業ありましたねあったんだけど今回何も作ってねえや多分この辺に肥沃な大地があるんですけど、もうちょっと都心部なんでこの辺にある資源はちょっと無視しますほら、ここにあるんですよ。あるんですけど、もう都心部なんでこの辺も都心部になるので、もうあれですね、この都市の郊外にあるこの郊外エリアにちょっと作っていくようにしましょう。しまった、俺発電所作ろうと思ってたんだな発電所関係をアンロックしないといけなかったですね。しまったな。石炭発電所まで6個いるのか売電して儲けようと思ったのに作戦ミスっちゃったそしてあれだな、病院も建てたいな。病院も新興の病院なんで、医療関係は病院が2、アンロックに足りない足りないんであれか、都市を拡大していくしかない。ちょっとマイルストーンをちょっと進めたいとこではありますけれども、とりあえず今回は中央銀行を作ってですね、中央官庁街ですね、ダウンタウンの真ん中にある官庁街の骨格がちょっと見えてきたというところで、今回ちょっと、終わりたいと思いますなんか大して今回進まなかったような気がするんだけど、気のせいかな。あ、でもこうなんだろう、大きい通りにね車が止められて、これ中央銀行で働いてる人じゃないかな。クロスビーカー、はい、この人は雇用者、なんか全然違うとこだな。ちょっと待って、中央銀行で働いてる人探すんだ。あ、この人中央銀行で働いてる。ここですね、エリー・チャップマンさん、この方が中央銀行で働いている、方で、平均学歴で世帯資産快適だそうです。高齢者高齢者が多いなこの町。あと市庁舎で働いている人いなきゃな。市役所で働いている市の職員、この車はシェパード一家。この人は市役所勤務の人来た。この人も高齢者だし
ちょどこで働いてる？あ、ここにいる。絶対働いてねえだろこれ。ベンチで薬入れるわけじゃん。あ、多分ここにいる人たちがみんな市の職員じゃないかな。うん、あ、そうですね、市で。市役所で働いてる人たちですね。ということで市役所でようやく働き始めた人も出たというところで、今回お別れしたいと思います。とりあえずアンロックで急成長中の町ということで、中央銀行ですね、これを作って、この中央の官庁街の区画開発入りましたんで、あ、これ崩壊してるぞ。ちょっと今面白いものを見せましょう。建物が崩壊しました。で消防署から消防車が出るんですけど、これ災害扱いなんですよ。で災害扱いなんですけど、我が町あの小さい消防署なんで災害対策用の車両を持ってないんですね。なんで使用中の車両がね0台ってことで消防車が出動していません。消防車が出動していないんですけど、この建物を見ますと消防車が派遣中となってます。さあどっから派遣されるか見ましょう。はい、ポン。はい、高速道路からやってきたこの消防車、これ実はお隣の町からやってきてます。災害対策用の車両、お隣の町からわざわざねこの我が町にまだ派遣されてるんですよ。早いとこちゃんとした消防本部で自前で救助する救助部隊をちょっと作成したいところですね。わざわざ隣町からあの潰れた建物の瓦礫を除去するために今隣町からね消防隊がやってきてくれてますんで。というかこの長いこと放置されると建物が崩れるんですよ。なんでこう放置されない街づくりもちょっとやっていかないといけないですね。はい、ということで、今回はここダウンタウンカムデンっていう風に名前にしました。あ、条例組めれるな。ちょっとじゃああれやりますか。お金が今赤字ですんで、路側駐車場料金ということで、あの路中の車から全部取りましょう。もうマックスマックスで借り取ります。そして同じく、このリバティアイランド、リバティアイランドも同じように路中はいいんです、路中はいいんですけど金払えってことでマックスでお金取ってきます。こうすれば多分お金プラスに転じるんじゃないかな。ではちょっとカムデンの街、中央銀行ができたってことで、あ、そうだ、お金返せるかな。お金返しとこう。中央銀行ができたことによっておそらく返せるはずですんで、返せねえかな。全然返せねえじゃん。ちょっと返せるだけ返そう。中央銀行ができたことによって利息が少なくなる。赤字じゃねえか。赤字。いや、大丈夫。これから多分盛り返せるから。はい。ということで、ちょうどいい、オチがついたところで、今回はこの中央銀行、これを建てるために大掛かりな借金をしたんですけど、銀行ができていることによって利子が下がったということで、今お金を返して、返したらとんでもない赤字になってしまいましたが、路中から金取る作戦でなんとか盛り返すというところで今回お別れしたいと思います。じゃあ、この中央銀行と市役所、そして何でしたっけ、ポラリススイート。ここから町の名前眺め見てお別れしましょう。それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。